表参道にある D ハウス、俺ゆうやと幼なじみの柳が格安の家賃で借りてたみんなのたまり場。でも半年のうちに200万用意できないなら出ていかなきゃならない。みんなで頑張ってなんとかしようとがむしゃらな毎日を送っている。この前俺も白田もめっちゃ頑張ったよね。そうだよ、面白田もめっちゃ頑張ったよね。俺たちこの間全員で行ったんだよ。そうだよ、全員でやってもすげえ大変なんだよ。だから頼むよ、ちゃん力貸してくれ。お前、お前があったら100人力やで。ディエゴさん、この部屋で入りしてんだから協力してくれてもいいよ。うん、シロタンが言うと説得力あるんだろ。結果残してるからね。5万8000飛んで81円。200万、そりゃ大変だね。おーちゃんちは超お金持ちだからね。まあお金に困ったことのないおーちゃんは俺らのこの切実な悩みなんてわかんないかもしれないけどさ。そんなことないけどさ、がむしゃらにやるって言われてたもんね。ちょ、おーちゃんさ、はっきり言ってこの D ハウスの連中が友達いないっしょ。そんなたくさんいても仕方なか。出た、金持ち坊ちゃんのぶっちゃけ預け。そんなこと言ったって別に親選べたわけじゃないし。これおーちゃんにプレゼント。僕に？うん、ゼラニウムって花。ゼラニウム？これあげるからさ、持って帰んな。うん。まあ偶然いい機会があって結構簡単で、それでいてお手軽にできるんだったら参加してもいいけど、その D ハウス貯金。おーちゃん、でもあれじゃない、そもそももっと大勢でやんないとさ集まんなくなっちゃうんだよ。そんなことわかってるよ。なあ、ゆうやん。うん、だからさ、おーちゃんも誘ったし、他にももっと、ねえ。そりゃそうだ、一人でも多い方がいいからね。ってことはだ、みんなで手分けして金稼ぎする前に、みんなで手分けして友達を増やせばいいんじゃないか。まあ、100人でやれば1人2万で済ますよ。そうだよ。おー、なんで気づかへんかったやん。アホや。で、みんな D ハウスに集める。おー、それだけは勘弁してくれ。ゆうやさん、友達作るドキュメンタリー映画作ってる。それより柳があの得意の拳法使って100人と組み出して友達増やせばいい。ゆういちが得意なダンスでね、友達作るってのが一番いい。いや、マー君がさ、もう一回マラソン走って友達作ればいい。いや、おーちゃんがさ、白髪ネーズと友達になったらいいんじゃない。ちょっと待ってよ、だったら白田がまた今度は歌って友達作ればいいじゃん。うん、もう一回と、ここまでしか台本には記されておらず、この先ドラマがどう展開していくのか D ボーイズのメンバーには一切知らされていない。アドリブで演技を続ける彼らに台本の続きとして運命のセリフが示される。有言実行、セリフ通りに必ず行動しなくてはならないのが番組のルール。はい、よーい、はい。絶対言うやんか、バー君。いやいやいや、ないない、俺らもやったもんだって。マラソンは孤独との戦いだから友達できない。じゃあ踊ればいいんじゃない。じゃあ帰れ、踊れ踊れ、クラブとか行って。お前何もしてんやろ、お前な。お願いしろよ、お前。僕にコミュニケーション、何させようとしてんの。コミュニケーション、お前。しょうがないですね、金もらいたいって。でもダンスできるだけって本当にできるかどうか見たことない。あ、まあ確かにダンスも見てみたいね。見てみたいね。
よし、友達増えるよ多分。こうなったら僕のダンスで友達100人作っちゃおう。マジで？すげえな。マジで？そんなにいいの？待ってよ。友達作るってなんすか？ダンスで友達作ってほしいんですよ。はい。ね、ダンスでこう友達になるって言ったらほら、なんかね、こんな。イエーイ。ハイタッチ。僕人見知り激しい人だって。いきなり僕こういういけないですもんな。いろいろ聞いたからいい。じゃあどこで？それは、はい、街中に行くとこうショーウィンドウの前でこう練習してる人たちがいますよね。いる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 。その人たちのところに行きます。ただし一つルールがあります。喋、はい、らないでください。あくまで踊り終わった後でハイタッチ。喋っちゃいけないんだ。そうそう、もしかして喧嘩も喧嘩もな。喧嘩も喧嘩も何してんだよ。そしたら目標は一晩で100人だから。明日まで、はい、いけるいける。頑張れ、大丈夫だ。